バッターボックスには代打の中谷。赤星さん、先制のかかった場面での起用となりました。そうですね、とにかく先取点を取りに行くぞというベンチの姿勢が感じられる采配ですよね。そうですね、さあランナーを返すことに集中したい。痛烈、いました、ファウル。抜けていれば先制かというところでした。この球は、外れました。打ちました。これはどうか、ショートの横抜けた。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ホークス1点を先制しました。1対0、ホークスなおもチャンスです。さあ代打の一振りで先制した場面をご覧いただきましょう。まあこういう場面で結果が出せるのは素晴らしいですよね。理想通りの攻撃となっています。